グリップは壁側に引っ張っていますが、ヘッドは机に動いています。クラブがほどけないで当たる重要な秘訣として、左の後背筋が伸びている。ここに意識を持ってきていただくと、結果的にクラブが解放されなくなってきます。左の後背筋を伸ばして使うと聞くと難しい感じがしますが、ドリルをやっていただければ、はっきりとその感覚が分かってきて、できるようになってきます。 まず、土踏まずが、このちょうど壁のラインに来るような位置に立ってください。そして、壁から10センチほど離れて立ちます。左の小指側の拳を壁に当てます。このまま左の後背筋をぐーっと引き伸ばしていき、こちら、目標方向よりも90度、後ろ方向、壁に向かって押し付けます。この時、手で押すのではなく、左のお尻でぐーっと、 後背筋を引き伸ばして、こちらに力をかけてください。これが、インパクトの瞬間の力を入れる方向です。弾はあちらに飛ぶのですが、力はこっち。こういう当たり方をする。グリップの位置を、腰の方にこう動かすと、左の後背筋伸びません。後背筋を伸ばす感覚をしっかり身につけていただいて、もうめちゃくちゃストレッチされます。 なんかグリップがアウトサイドに動く感じがするんで、カットに入るようなイメージがすると思いますが、これをやることでドローンになってきます。インパクトポジションのまま、こちらに引っ張るので、見ていただくとわかりますが、グリップは壁側に引っ張っていますが、ヘッドは机に動いています。これが、インパクトの正体なので、決してこうするわけではない。 とかこのまままっすぐ出すわけではありません。回ってくる。見ていただくとヘッドがインサイドから入ってきているのがわかると思います。今、グリップはこっちに引っ張ってます。こっち。これを、こインパクト。後ろへ。後ろへ。インパクトの瞬間、グリップエンドは、 飛球線に対して直角真後ろこれが正しいインパクトの力になりますこちらですこの時に手で引っ張るのではなく左の腰を使って左の後背筋で引っ張るここに壁がある形になりますインパクトの瞬間にこうとかこうとかではなくこっち 左の後背筋を使って正しい方向に力を入れることができれば見た目もきれいなスイングができてきますで土踏まずがちょうどこの壁のラインになるぐらいのところに前傾してもらってそのまま左の拳を壁方向に力を入れますその時に左の背中を伸ばすゆうはいしっかり背中が左のお尻で引っ張られる感じ 間違った方向が当たる瞬間に、こっち、はい、こっちではないんで、はい、壁方向に。そうです。体も突っ込まないし、よろしいでしょうかはい。はい、ありがとうございます。左肩低く、はい、そうです。 お左の後背筋を伸ばして使うとはどういうことなのかバックスイングを引いてトップに来た時にしっかり肩甲骨が前に出て左の後背筋が伸びているこの伸びた感覚は肘を曲げて体の遠くに押し込んでもらうと左の後背筋が伸びる感じわかると思いますこの伸びた後背筋を 緩めることなく回転していきたい。すると、左のお尻を後ろに引けば、左の後背筋が緩むことがありません。後ろに後ろに引いていく。インパクトの瞬間に、左の後背筋が最大限伸びてくると、クラブというのはほどけなくなってきます。これがトップで緩んでいたり、ダウンスイングの最中に左の後背筋が緩むので、 クラブがリリースされます。左の後背筋が伸びたまま左のお尻が後ろに行けば前傾角度も保てますし、そしてクラブもほどけてきません。これが伸びた状態。縮んだ状態です。いくら手の形をキープして打とうと思っていても、左の後背筋がトップ、ダウン、インパクトにかけて縮んでしまっては物理的に インパクトポジションの形をキープすることはできなくなります。トップで左の後背筋を張り、そしてお尻を後ろに引いて、左の後背筋を張りながら、そして当たる瞬間は後背筋で後ろ、回転運動なので、円運動をしてきて、かかと方向に引っ張ることになります。伸びる、伸びる、伸びる。 フリップしたり、ダフったり引っ掛けたりすることなく、そして体も突っ込むことなく、正しいインパクト、できるようになってきます。これも先ほどの壁を相手に背中の伸びる感覚を意識して練習していただき、インパクトを過ぎるまで、左の後背筋が伸び続けているかどうかに注意していただいて、映像的に見てどういう形になったではなく、自分の体の内側、 中身でどういう感覚がしたのか、ここにフォーカスして練習していただくと、結果的にスイングが美しくなってきます。クラブがシャローイングしてない方、なんとなくグリップを体の回転で左に引っ張ると、外から入るんじゃないかと思うかもしれませんが、実際はグリップとヘッドというのは逆転方向に動くので、グリップが前に出た方がヘッドは後ろに来ます。クラブを後ろから入れたいからといって、 低いところに下ろしたのでは逆にクラブは前から回ってくるのでしっかり信じてトップで伸びるダウンでも伸びるそしてインパクトでも伸びている左の後背筋を使ったスイング今まで意識したことがない方は結果が変わってくると思うのでこれまでもお話しているインパクトポジションのキープこの形のままスイングするためにぜひしっかり意識して練習してみてくださいそして現在愛知県で 僕のプライベートレッスン開催しています。なかなか予約取れないかもしれませんが、何を行えば上達するのかピンポイントでお伝えすることができます。自分で試行錯誤しながら練習することも楽しいと思いますが、無駄なく上達したいという気持ちが強い方は、概要欄の方からお問い合わせしてください。そしてどうしてもプライベートレッスン来れない方は、チャゴル DB 公式アプリという有料サロンを開催しています。スイング動画を送っていただければ、月に一度 僕が直接アドバイスをします。さらに、Zoom ミーティングというのも開いているので、そちらでもまたお悩み、ご相談いただければ全てお答えしています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは。